しようとか、あとそれこそ割とこうレッスン期間中みんな風邪ひいてること多かったから、もう風邪ひいたらどうしようとか、体調崩したらどうしようとか、もうマジでいろんなことがあったんですけど、本当に何事、まあ何事もなくはないけど、なんなら左肩まで痛くなっちゃった。でももう一旦本当に終わってよかった。あ、もう本当タワーとか大丈夫だからね、本当に大丈夫、ありがとね、あの本当に大丈夫だよ、ありがとう。そう、もう本当にもう本当よかった。安心とか、今ほっとほっとした、マジで。今までのコンサートの中で多分メンバー全員が多分一番覚える数が多かったんじゃないかな、曲数っていうぐらい、なんか今回は難易度が高かったというか、あのメンバーからしても、もちろんね私たちの知ってる楽曲とかもたくさんあったんですけど、でもやっぱり今回はこの3日間合わせて王道な曲を1曲も王道な曲を1曲もっていうよりかは、昔のその大声ダイヤモンドとかさ、そういうなんだろう、ポニーテールとシュシュとかヘビーローテーションとか、そういう王道な曲を今回一回もやらなかったので、まあもちろん王道、まあでもそう、今までコンサートでよくやってきてた楽曲をそう使わなかったので、私たちも踊り慣れてないとか歌い慣れてない曲とかも多かったので、メンバーは結構本当にめっちゃ頑張ってみんなで必然性とか難しいね。そう、必然性も今日必然性やったんですけど、あれもね新規の振りなんですよ今回。そう、私も必然性今までに何回かやってきたことはあったんですけど、今までの振りと違って新しく今回振りをつけてくださったも新規の振りだったので、もうあれも地起こしするのも本当に必死だった。まあでも本当に、まあ、私も今日はもう今日はというかもう私は自分を褒めたたえるんですけどでも本当に私含めみんなめっちゃ頑張ったので、もう本当にもう何も覚えない今日からマジでもう何も覚えない、もう知らないよ私は、もう本当に。見る虫が今日コンビニで買ってきたものたち見てみ、あとこの今日あの差し入れでもらったやつ見る、ラインナップもう知らないよっていう。もう大西は今からというかもう発散してるんだけど、もう発散してる、もうね好きにやろうっていう、もう今日と明日はもうこの後はね、だからまず武道館コンサートで差し入れであったなんか美味しそうな巻き寿司をまずこれもらってきました。美味しそう巻き寿司でしょ、なんか見てめっちゃ可愛いパン、ほら、食べたくないけどな、これ明日までだからちょっと食べなきゃいけない。めっちゃ可愛いよね、これ差し入れでいただいたパン、可愛すぎマジで。そう、これパンでしょ、あとほらなんか可愛いチョコでしょ、あとなんか小宮山はるちゃんがなんかこれ美味しいよって言ってた差し入れ、これも持って帰ってきたし、あとこれね畠山ののんちゃんがなんかディズニー行ったのかな、なんかお土産でくれた
個人的に。いえ、これでしょ。これはまず武道館のところから持って帰ってきたやつですね。続きまして、私がコンビニで買い漁ったもの、まずこちらのぬか漬けでございます。もうきゅうりがすっごい食べたくて、でもこれ1個しかなかったの。本当はきゅうりだけのやつが良かったんですけど、きゅうりだけのがなくて、お漬物これしかなかったから、これで。はい、こちらですね、イカの塩だれです。そう、もうおつまみ系をなんかもうそう食べたくて。でほらこっち、これチキンナゲット、うん、そのあのケチャップが食べたいと思ってチキンナゲット買って、あとこっちですね、はい、こちらのねウインナーも買いました。これちょっと辛い系のね、ピリ辛のおやつも買いました。はい、あとですね、ほらこれもお菓子、初めて見た玄米おこげせん、ほらこちらも買いました。なんか美味しそうだなと思って買いました。続きまして、これクキワカメ、これ大好きです、クキワカメでございます。そしてですね、ラストはほらもうドドン、たこ焼きを買いました。もうたこ焼きもこんないっぱい入ってる、たこ焼き大盛りです。そうだったんだね、めっちゃ入ってんなと思ってたけど、これ大盛りだったんだ。ほらもうすごくない？そう、まあ別にこれは今から一気に食べるわけじゃないけど、もうとりあえず好きなものだけ買って、そう、まあ食べきれなかったら全然食べきるつもりもないんですけど、そう、とりあえずもうとりあえずいっぱい買いたかったの。そう、もういっぱい買いたかったの。お酒はって買ってるに決まってるやん買ってるに決まってるでしょ。今日はもう一人なんですけどもう一人なんですけど、でももういっぱい食べて、いっぱい飲んで、いっぱいゲームして、もうだって頑張ったんだもん、舞台からずっと、もうすべて本当に頑張ったんだから。もう。そう。本当は誰かと飲みたかったんだけど。そう、でも誰か呼んでもちょっと、それもそれかなと思って。今日は一人で楽しむことにしました。もう。もう、茎わかめだけ今食べよう。今から乾杯配信するした瞬間バンされるけど、それでもいいな。いただきますか。そう、ショールームはお酒飲んじゃダメだからね。いただきます。まあ、まあ、うん、幸せすぎ、マジで。いっぱいうまい。うん。もう帰ってきてすぐ部屋着に着替えたからね、マジで。この後メイク落として、で、好きなの温めて食べて、お風呂は後回しって、もう沸かしたし。まず帰ってきて手洗うより先にお風呂洗って、お湯溜めてから手洗ってうがいして、最高すぎ。もう楽しむ準備はできて、うん、まあ見れば気分かんない、うまふう、うん、うん、メールも送ったし、ツイッターもやったし、もうマジだ。あと配信終わったらもうお店自由時間、マジもう私の時代が来たわ、マジで。明日の予定は、明日何もしない。
もう知らないみんな頑張ったからもう、今日は何も配信は何もしない、好きなように自由に過ごしてありがとう。もう思う存分頭を空っぽにしてやるんだから、美味しいって最高、世界一美味しい、みーちゃん Hulu で見返すの、確かにあれ Hulu 入ってたら見れるの、お、じゃあ私見れるわ Hulu、これも食べてみよう、おこげせんってやつ、もう今日は何でもありなんだ、いただきます、お醤油の匂いする、おいしい、玄米なんだって知ってるか、あ、別料金いるんだ、そっか、スタッフさん見れるようにしてくれないかなメンバー特権とかないかな、ないか、ほがいいないよ、オンデマでもないんだからオンデマですらないんだからそらないわ、ちょっとじゃあ巻き向いたら買ってみよう、19期のオーディション受けてくださいって、無理何してもいいなら受けるよ、俺は結婚しようが何してもいいなら全然受け、応募ぐらいはしてみるけど、でも絶対受かんないよ、お兄さんなんか年齢制限ダメだよ多分、もういいごめんだけど年齢制限あるでしょ、20歳までとか、ほら19までだよって、無理じゃん、残念で転生できませんでした、うまー、まあ、
あのお寿司のやつも食べちゃう。もうなんか我慢できひんすぎて食べちゃう。あ、でも15分経った。まあ、いっか。これじゃあ1個だけ食べてから終わろうかな。もうお腹すきすぎてさ。大美味しいやん。ちょっとこれお醤油かけずに1個いってみよう。ほら、美味しそうじゃない？なんかこれカニカマ入ってるよね、多分これ。カニカマがいっちゃん好きや。いただきます。うん、うまっ。うん、うまっ。カニカマじゃない。やばい、ご飯食べたらちょっと眠くなってきた。よく食べよう。いや、これお酒飲まんと全然寝る説あるな、おにし。お風呂だけはちょっと入りたいわ。酒入ろうかな。エビ、エビか、これエビだね。美味しい。ね、まだたこ焼きもチキンナゲットもイカもキュウリもあるよ。まだ全然食べてないのに、ね、でも眠ね。今食欲と睡眠欲がどちらも来てる。今欲まみれをね。ぬか漬けがしみるよ。そうだ、今日お兄ちゃん来てたんだ。もしもすっかり忘れてたんだけどさ、もうバタ、今日特にバタバタしすぎてさ、ちょっと疲労も溜まっちゃっててさ、まあお兄ちゃん来るって言ってくれてたのに忘れてて、はあ、まあお兄ちゃん焼肉食べてるっていいな。まあ一人で来たわけじゃないからね。今一緒にいる人とご飯食べてるんだから、うん、母は仕事でした。そう、母は仕事でした。うん、バイ止まんない。
ニンニン好きなんだけどさ、人参のこのお漬物だけはどうしても大好きってなんないんだよね、うん、人参ってやっぱ主張結構激しいの。そんなことない。なんか人参ですって言ってる。きゅうりとかさ、大根はぬかの味にさちゃんと染まってくれるんだけどさ、人参は割と結構自我を保ってるよ、ね、うん。ひき肉です。今日私2回ひき肉ですした。気づいた？私が自我でしたわけじゃないんだけど、振り付けであったんだよ。分かった？ある日不意にっていう曲の、うん、ふん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 っていう覚え方をみんなでしたの。この振りをね。うん。だからある日不意にのメンバーはみんなひき肉ですって。ひき肉ですって何？あの YouTuber の方なんだよね。YouTuber の方の挨拶が。すごいバズって、ひき肉っていうお名前の方なの。ひき肉ですっていう時に、自己紹介の時にひき肉ですってやって、それがめちゃバズったの。うん。もしもそう TikTok で見たんだけど。なんかさ、大西あるあるなんだけどね、なんかこうさ、今日みたいにさパーってしたい時の自分の気持ちをパーって晴れやかにしたい時、こうやってコンビニでいつも爆買いをするの。自分の好きなものを好きなだけ買って、でその時に大体お酒も買うのね。うん、今日はこれを食べながらお酒飲んでって考えながらコンビニでお買い物するの、すごいストレス発散するんだけど、結局お家帰ってもしご飯とお酒一緒にするのあんま好きじゃなくて、ご飯はご飯でお水かお茶でがいいの。だから結局食べて満たされてお酒いいやって毎回なって、だから冷蔵庫の中にさ溜まってっちゃう一方なんだよね。はあ、ね、酒買った意味、いやでも意味はあるの。うん、心が晴れやかになるから。お家にあってもさ、今日飲んじゃうかなっていう、そのちょっとワクッとした気分に、その気分になれるのが好きなの。お酒が決してなんか味として好きとか酔うのが好きとかあんまそういうのないんだけど、なんかこれを飲めるってことは自分の時間にも余裕があるし、自分自身にも余裕があるってことだよっ
ていうなんか自分の中で変換されるの、お酒があるって、お酒が飲める状況ですよ今っていう。そうなの。だからそれだけでなんかその気分になれたらいいんだよ、ね、結局余裕がない時ってお酒飲めるわけないじゃん。うん、もう分かんない、私は飲めないんですよ絶対。だから舞台期間中とか入っちゃうと絶対飲まないし、飲まないとか飲めないしみたいな。ごめんね、15分で終わろうと思ってたのに、せっかくめっちゃ食べながら配信してる、うん、うんね、ちょっと今心ゆくまで食べさせてうん、ごめん、普通に食事配信になっちゃった。うん、ねえ、ぬか漬けってマジで美味しいよね。浅漬けも好きなんだけどさ、どっちも大好きすぎて、うんうん、もう明日は顔がどんだけむくんだって関係ないからね、塩分取っちゃうんだから。べったら漬けも美味しい。べったら漬けって何？奈良漬けも好き。あ、本当？私奈良漬けちょっと苦手なんだよね。奈良県民なのに。わかんない。でも大人になったら、大人になってから食べてないのだから。子供の時に奈良漬け食べて、ものすごいっていうか、その当時はめっちゃお酒って感じの味がして、わーってなって、そっからちょっと苦手なんだけど、お酒も飲めるようになったしね、今だと変わってるのかもね、味覚が。うん、うん、ね、今は食べれるかも、もしかしたら。お酒好きでも奈良漬けはダメなの。奈良漬け食べた時お酒飲める年齢じゃなかったからね、うん、でも甘酒とかも苦手なんだよね、おにし。これも大人になってから飲んでないけど、正月になんか配ってた甘酒だったかな、一口飲んでウィーってなってから、マジで多分ちっちゃい時だから、あんま味の記憶もないんだけど、でも苦手意識があるんだよね。でも今でも甘いお酒あんま得意じゃないから、それは変わってないのかな、味覚。どうだろうか。粕汁はどうって、粕汁は大好き。お味噌汁でしょ、大好き。うわ、粕汁飲みたいな。粕汁ってさ、コンビニとかで売ってなくない？豚汁とかさは売ってるけど、粕汁ってないよね。飲みた、粕汁ね。カス汁は味噌汁、うん、あ、知らない、え、関西だけなの、違う、カス汁、うん、作れば、いや、そんな簡単に言うわ、うん、もう今は何もしたくない、何もしたくない、見てみ、
この今日も何も自分で作らないっていうこの意志のあるこの者たちを。うますぎ。なくなっちゃった。うん、買ったきゅうり。お疲れ様でした。もうこの買ってきたお袋に入れちゃうんだからね。もう私動かないから、あとお風呂以外で動かない。ここに買ってきたね、袋に入れちゃうんだからゴミを。ゴミ捨てるのって楽しいよね。楽しくない？ゴミ捨てるの好きなんだよね。そう、なんか一箇所に集めるっていうのがなんか好き。そう。わ、お腹いっぱい。バイバーイ。うわー、でもたこ焼き食べたい。たこ焼き食べたい。濃いの食べたいな。でも今温めに行くっていうのもちょっと面倒くさい。マジでここで寝れちゃう。あ、まだキュウリ食べたいな。お風呂入ろう。今日は長湯しちゃうんだから。最近さ、湯船に全然浸かれてなくてね。お風呂にかける時間が少なかったのよ最近。家帰ったらもう次の日のコンサートのやつを全部思い出してとか練習してってしてたから、やっぱちょっとでも睡眠を多く取りたいからさ、シャワーでシャシャって感じだったけど、もう今日は湯船使っちゃうんだからゆっくり。うん、今日は何時間寝るつもりですか？13時間は寝る予定なんだけど、でもなんかさ、早起きっていうかさ、割とこう睡眠がさ、睡眠時間がこう短かったりした日がこう続くと、こういうたまにさ、明日はアラームかけずに寝れるっていう時でも早く起きちゃうんだよね。だからそこがあの鬼の今日乗り越えなければいけないところ、起きずに13時間寝るっていう、そこだね。もし起きてしまったとしてもすぐに二度寝をするっていう、そこを超えれたらもう私は勝ちかなと思うので、うん、なんか目標としてはまあ、13時間とりあえず寝て、まあ、ご飯食べます。でそっから寝て、結果合計で16時間寝れたらいいなっていう感じ。合計でね、
でもこれ全然ネタじゃないからね、全然寝れるんだよ、あの合計だったら17時間18時間19時間とか、おい全然寝れるの。そうなんです、うん、合間にご飯さえ食べればずっと寝れる、うん、寝るの大好きなんです。だからこうやって寝てない、あんまり自分的に寝れてない日々が続くと自分に余裕がなくなってっていう感じに、そうピリピリしちゃうんです、うんうん、ロングスリーパー、買った。一旦ごちそうさまでした。うん、よし、とりあえずじゃあお風呂入っていきたいと思うので、ランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。じゃあ1位の方いきますよ。1位京井、最後の武道館お疲れ様でした、さあありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が KITP アットマーク武道館コンサート、3日間お疲れ様でした、さあありがとうございます、イエイ。そして4位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がアックン、ありがとうございます、イエイ。そして6位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がタック387さん、ありがとうございます、イエイ。そして、8位がコバントマーク西吉さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がヨッチャンドユーモモチー大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がカファットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がコーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がライオンマルさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が黒芝のりこ店さん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。そしてタワーかな、ありがとう、ないの方だろう、ありがとうございます。うん、うん、1位から4位、え、そんなあるの、私の目には見えないだけ、ありがとう、いいぜ、本当にいいんだよ、あのずっと言ってるんだけれども、私ありがとう、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。でも本当に大丈夫だよ、本当に自分のために使って、もう本当に、もう本当にお願い本当に、あのまあね、あのまあこれこちらのねものが、まあこのねいろんなねところに貢献されていくので、まあねあれだったんですけど、もう本当に大丈夫だよマジで。そう私まあねもうまあ卒業させていただく身なんであれなんですけど、本当にもうマジで牛丼食べてよ牛丼とかさ、世の中には美味しいものが本当にたくさんありまして、あのオムライスとかそうだし、本当に本当にありがとう、マジでありがとうね、本当に気持ちは嬉しいんです。そうそう、ただ本当にありがとうね、ありがとう、こんな人間にありがとう。じゃあとりあえず一回ね、あのランキングの方の1位から4位の方読んでいきます。じゃあまず1位の京井、最後の武道館お疲れ様でした、さん、京井さん、京井さん、京井さん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、イエイ、ありがとう。そして2位のハギハギさん、
ハギハギさん、ハギハギさん、ハギハギさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、イエイ、ありがとう。そして3位の KITT アットマーク武道館コンサート3日間お疲れ様でしたさん、KITT さん、KITT さん、KITT さん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、イエイ、ありがとうね。そしてラスト4位が、エイトさん、ありがとうございます。ありがとうございます、普通に言ってもた、4位のエイトさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、イエイ、ありがとうね、本当にありがとうございます。皆様も本当にたくさんありがとうございました。本当にこれ、うち名前呼ぶから悪い、もしかして。そんなことないよね。でも別に名前を呼ばれたいとかそういうので多分ね投げてくださってるわけじゃないよね、多分きっと。ももちゃんお疲れ様、ゆっくり休んでねっていうのできっと投げてくださってるよね。ありがとうね、本当に。ガニちゃん、でも本当にゲーセンとか行きなよ、楽しいよゲーセン。おにし一人でよく行っちゃう、マジで、マジで本当にありがとうね、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、本当にありがとう。ということで、ではでは本日はねこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。そして武道館、来てくださった皆様、そして Hulu でご覧になってくださった皆様、本当にありがとうございました。みんなもゆっくり休んでね、ゆっくり寝るんだよ。じゃあね、バイバイ、お疲れ様でした。本当に本当にお疲れ様でした。私もお疲れ様。じゃあね、おやすみ、バイバイ。